はい、こんにちは、翔太です。ポケットマスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。昨日の動画でも言った通り、ちょっと構築をねいじってきたんですけど、まあ、ドヒドハッピーだったりその辺は結構軸として使えるんじゃないかと思ってるんでね、使っていこうと思います。てかポリヒトデみたいのは結構僕好きなんだけど、まあ、ポリゴン2じゃサンダー浮かんないからね大抵なのか分かんないけど、僕の場合は浮かんないから、まあやむなしって感じだよね。ただハピアスはまあラッキーと違って殴れるからね、そこがいいですね。でこの試合は多分ヒードランがめちゃくちゃ重いから、ドヒドハピって多分投げれる試合じゃないけど、ハピアスは投げていいか、ドラン以外に、まあ、かなり強く出れるでしょ。まあそんでカビゴンとか考えると多分ウラオス欲しいんだよね。でウラオスいればヒードランに結構強いのと、ランドロスにもかなりいじめれるから行っていいってなると、で、ハピアス対面で勝てるでしょ。まあ、運ゲーなんだけど、相手が何をしてくるかの。な、初手の、まあ、アロラ急行にだけちょっとケア効くようにしたいかな。ハピアス引いてレード打たれてっていうゲーム展開、ゲロなんだけど、まあ、それをやるしかないか。ボルトロス。まあ、ウーラハピまで確定。初手ミミッキュかな。初手のミミッキュ弱いけど。あ、終わった。間に合わなかったわ。これ頭の中で戦術浮かんでんのにさ、入力が間に合わないの本当に悔しい。あー、まあ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 。てか、アローラ球根が重すぎるね、構築的に。アローラ球根なんか、上位の人ちょっと使ってるんでしょ。まあ、ハピ引きからかな。ちなみに、匠気合玉。無理っぽいけど。ポリヒトで投げちゃって、いやでも意外と悪くないか。ドヒド投げる意味が全くないけど、この試合に関しては。ただ、まあ裏に対してなんとかなるんじゃないか。うん、裏を投げれてるからヒードなんでつまらないでしょ。ドヒドで投げた理由だけマジで存在しないだけで。いやちょっと多分ね、ミミッキよりね、ランドロスに対して切り返せる駒を考えておいた方がよかったな。それかサンダーで不利取らないようにみたいにやるか。これちなみに瞑想で間に合うか、僕ダメ消したいんでわかんないっす。ああ、もう一回匠んできたから間に合いそう。ボルトロスダイマックスして強くなんないから。いや、ただ殴ってくる瞬間。いや、でも気合玉でしょ？気合玉に対して卵を見押しても何も美味しくないんだよね。まあ2瞑想していってよくて。てか、するしかないか。まあ、第3打押してくるんだったら、回復しときたいけど、あ、オッケー。運で勝った。なんとかなっていて、ここ相手引くポイントだから、裏に通る技押したいけど。まあ、でもヒードラに対しては、技何も通んないから、普通にレイビュー打つしかないか。間に合ってるよね。あ、でかくなってきた。それはさすがに大丈夫じゃね？だって、エレキフィールド乗らないよ。で、ダイナックル打ってるんだったらさすがに雑魚だから、気合玉打たれる方が痛いから、それは大丈夫なんだよね。まあ、気合玉普通に当ててたら多分、殺されてたんだけど、そのボルトロスには、あー、いい技持っとる。超いい技持っとる。ハッピーアズ買った！マジか。引くほど硬いな、こいつ。硬すぎてちょっと引いたわ。いいダメージ入る、しかも。瞑想してあくらって。何も面白くないよね、それは。ダイアイスで落ちないかな。まあでも海かな、一回。うん。まあ、ナックル打ってくるんだったら全然 OK。あ、痛いな、結構。残飯持っといてよかった。まあ、暇だから残飯持ってるんだけど。まあ、普通に強えんだよな、残飯が。うん。これでウォールをして、ダイマック切れば気合玉大丈夫だから。ウォールしていいか。まあ、ダイマックスこっち使っちゃったけど、ボルトロス処理できて、いやー、ハピアスはまだ切れないか。どっちかっていうと、ドヒドホンは捨てていいから、ヒードラに対して、
で、アローラ急行に対して多分水流連打プラスアクジェで取れるんだよな。あ、ちなみに今回僕ね、ウロス、水ウロスにしてますね。アクじゃなくて。みんなわかんなかったでしょ。選出画面、視聴者に対しても、ウロス検定をね、強いていくっていう。はいはいはい、アーク。これでチビになればアイスで落ちるから、まあいいと。またアローラ急行、いやアローラ急行はね、受け出しからじゃ。いやでも、運負けの、レードめちゃくちゃ食らう、いやでもこっち、気合玉避けてるから、運負けとか言わないからね。普通に、平等だ、平等院報道になっちゃうから。あー、その方でボルチェン持ってるの？マジか。でもこれは引くなら、裏で処理できるから。全然いい。ヒードランいる。ここ殴って削ってって。いや、でも C2 個上がってるでしょ。まあ、ドランの型次第か。残飯だとちょっと考えなきゃいけない。硬すぎ。硬すぎ。でもこれ、ウロス相手今度無理じゃない？誰で止めるの？残飯やめてほしいな。残飯じゃないね。ハピの方が早いから、さすがに相手これで残飯はないでしょ。残飯じゃないの、だいぶでかい。ね、いや、でも、多分切るべきはドヒドじゃないか。水ウラソがめちゃくちゃ刺さってるんだよね。多分だけどドヒド吸っててよくて、一回ウォールしてからでよかったか。いや、でも身が、いや、身がありはないな、さすがに。いや、水流連打は別に身がありごといけるから。残飯じゃないから多分身がり持つ理由なくて。それは厄介だけど、てか、鉄壁あんだったら、僕、ウラオスに引いたね。いやー、でも、タスキ壊すのちょっと馬鹿らしいしな。多分、鉄壁プレス、マグスと、大地とかかな。でも、そうやったら、挑発ないから。なんかこれ、楽勝な方じゃない？多分、ヒートラン。ただ、鉄壁あるとね、他のとこに対してだいぶ強かったりするけど。アクウラオスに強くなるんかな。マグストは持ってる。まあ、で、ドヒドイで多分だいぶいらないんだよね。カビゴン考えても。ボルトロスに対して、でもハピ引きかどうか、その辺はちょっとタクになるな。マグストから入ってくるってことは、ないはず。マグスト、鉄壁、プレス。鉄壁入れててこいつでプレス入れない理由ないよね。そうだったらハピナスで見れたな、普通に。ドヒドイで切る理由なかった。CM も2個上がってたし、打ち合いに行ってよかった話あるけど。なんか、勝てそうじゃね？打ち合って。はいはいはい。まあ、それは、こっち上から処理できる以上、全然問題じゃないんだよね。まあ、ボル、いや、ウラソンタスキ残ってるからね。ステロまかれないとな、タスキめちゃくちゃ動きやすいな。あられ、このターンで最後。まあね、大地あるんかな。なさそう。マグストレンダーってことはさすがに大地ないでしょ。ヒードランかん、いやーでもな、ハピアスで、普通はヒードラン見れないからね。こいつみたいな、あとプレスあると全然殺されるし、無理なんよな。てか死んだけどヒードラン。土俵で生き残ったわ。これはこれでちょっと話違ってくるけど。いやーまあでも、ボルトロスは処理できるか。タスキ盾にして。悪事圏内とかだと、タスキ無視できるから。まあでもこうなるとランドロスのスカーフだったりその辺気になってくるよね。ボルトじゃない方から来た。ランドロスか。これだったら多分ここを強引にウーラオスで処理しつつ、みたいな感じかな。まあ熱湯で、ドヒドはさすがにここ切るしかなくて。ここ止めないとさすがに、いや、でもこれ、水ウラオス意外と刺さりいい気するな。まあ、助け使ってるけど、ハチマキにするとなんだっけ？ランドロスの剣舞に受け出せば、水流連打安定とか。
なんとか。でも結局、周りの2枚がドヒドハピだったら、普通に剣舞されるされないで関係ないんだよね。無動とセットで投げてれば、タクになるけど、結局、無動投げてるんだったら、剣舞まで含めて見れてるわけだから、あんまり、どうなのっていう、まあ、ところで。で、コマランドロス、スカーフじゃないって分かったから、こいつ、ウラオスで処理して、ボルトロスに対して、タスキタテに、水流連打打ってアクジェ。積む隙は多分最低限与えないから、で、積んでなければ気合玉絶対耐えるでしょ。最初の気合玉避けが、効いてきてるわ。結局、崩された後にね、こっちの潰し枠投げてもね、ダイマックスされて、潰せないんだよね。スイーパーが成立しないっていうか。まあ、これは水流連打でいいから、OK。気合玉避け、最強！はい、じゃあ、そのまま続けて2戦目やっていきます。この試合、ドサイ考えるとウラオスめちゃくちゃ投げたいよな。ガブよりドサイ、あ、違う、ウラオスだよね。で、相手の8マキャクウラオスに対して一応ちょっとケアが効くのと、ハッピアンスも頑張れるでしょ？たらー、あれだね。え、てか、ハッピアンスいらないな。ミミッキュのはいいよね。フーディン考えると、ちょっと厳しいところあるから。まあ、ドヒドウラオスミミッキュかなー。ノラゴンとか重くなるし。あと、ドヒドで、あれね、ミミッキュダイマックス使わせれると、裏をミミッキュ詰めれるから、初手ちょっと大事な気がするけど。ドラパルトで全破壊されて負けるルート一応ミミッキュ消せてるから、ドヒドから入りたいけど、ウラオスからだね。裏ミミドヒドでいいか。初手フーディンとかちょっと嫌だけど、あー、ウラオスミラーか。しかもお互いに水。ただこれだったらこっちはドヒドに引けるから、ドヒドウラオスって投げると結構、ウラオスに対して型関係なく安定して見れるんじゃないですか。トンボ返りある方だと嫌だな。そうすると、ドサイにこっちウラオス投げてっていう展開でゲームしなきゃいけないから、タスキが全くいけないどころか。水ウラオスの負担でかすぎて負けるでしょ？いや、でもドサイ処理できちゃえばね、逆にこっちの人が通る気がするんだよね。素直に引いて、相手これで引いてるなら型がちょっとわかるけど、引いてない。まあ、突っ込んでくるってことは対面の打ち合いに自信ある方か、引けないかもどっちかで、こっちの手は3打意識するとドサイいるだろうから、引くのきつくてもおかしくない気するんだよな。まあ、毒打ちに行きたいかな。裏全員通るし。第3打とか打ってくる分には構わないでしょ。引いた。ドラパに毒入んのでっか。超でけ。超でけ。まあ、本当は焼きたかった話はちょっとだけあるけど。まあ、ここでこっち誰に引くかがも、引くかどうかっていうのもそもそもあるけど。ただ相手の裏を考えるとこっちドヒドイで残し毒で。いや、竜舞される展開なら結局右一軒を不意打ち、影打ちで処理すればいいから、ウラオスの悪邪魔あるでしょ。ならネットで削りに行くべきなんじゃないかな、少しでも。鬼火にミミッキ引くのが一番嫌なんだよね。竜舞とか攻撃技だったら何でも一回ミミッキ引きたいけど。で、多分裏多分ドサイでいいんだよな。ドラパと、ウラオスだと3打いくらなんでもゲロすぎるから、ウラオス3打対面できた瞬間相手負け確定するから、まあそこまでではないか。ただ、結構厳しくなっちゃうだろうから、ドサイだと思っていいんだよね。まあ、土俵のネットにドサイ投げるのも結構厳しいだろうし。第3打を持ってらっしゃる。強かった。あー、強かった。火力あるやつ。火力があるやつ。特殊ね。型わかんねえからな、ドラパルト。それがきちいね。だからこっち多分ね、ここミミッキュから入るしかないし。いやー、これだったらミミッキュ引きたかったけど、まあまあ言っても仕方ない。ここさえ頑張って処理できれば、で、裏多分ドサイだと思っていいから、ウラオス同士の打ち合いを信じ、ドサイは多分水流連打さすがに取れるでしょ。4倍弱点だから。多分、5台かけとかでいいか。そうすると、ダイマックスを残して処理できて、うん。それが一番
ベストなはず。で、影打ち、ドラパルド残しに来るルートできちゃったか。じゃれの方が良かった？いや、ダイマ切りたくなかったんよな。やった、それはね、ウロスこっち助けあるから。っていうのと、ミミッキーは残せる展開になるはずなんだよね。いや、相手引くか。裏見えてるしな、こっちの。引くよね。ただ投げてくる相手によっては、こっち駒はミミッキーに大魔切って、影吹いで最後、詰める展開でいいから。ああ、ドサイか。こっちでもダイマックス残してんのが多分ちょっと効いてくるんじゃないですか。とりあえずここちょっと釣ったりとかっていうのだけ控えてほしい。それだけちょっとお控えなさって、お控えなさって、まあ5台1回通ってるから、ドサイは最後、ミミッキュでもダイマックスならいけんじゃない？自信、強っ。鉢巻きだろ、これ絶対。あー、違う、ふざけん。ふざけんな、マジで。おかしいって。残すはない、さすがに。残す話はない。これなら最後ミミッキュ詰めるよ。ドサイとここで取れるんだったら勝ち。勝ち申した。いやー、鉢巻きにしてランドロスに対して無理やり まあ、ダイジェット打たれたらどうすんだって話だけど。ドヒドに対して、ドヒド対面で剣武者いる理由はあんまないと思うんだよな。少なくともダイジェットから入る理由はあんまないと思うんだよな。だから、ハチマキ使ってもいい気がしてきたけど。ドラパルト、ここはアクジェで少しでも削って、ウロスの攻撃ダイマックス切ればミッキー多分大丈夫でしょ。あ、ハチマキやったら死ぬのか。お互いにウロスが強い状態だね。これ玉なめと毒入るから、影打ちで間に合わないかな。影打ちで間に合うとちょっと希望がある気がするけど、玉だめ。で、剣舞影でドラパって飛ぶから。あ、この HP だと絶対影打ちできる。不意打ちやめろ、マジで。いや、ないないない。文字、電気技、草技が先に入りそう。不意打ち処理ってか特殊だからないでしょ。影打ちで処理して、こっからウーラソ何をケアすればいいんだ？タスキはケアできるか。ウォール、フェアリーウォールって入れば。ああ、まあ、悪事あったら無理だけど。それはもうしょうがないか。ミミッキュはとにかく強いね。まあ、ウォールから。初手インファで突っ込んできたのが、ちょっと臭い気するけどな。いやー、ドラパルトに対してもハピナスに引くっていうプランでゲーム考えれるわけがないから、それがきついね。型が多いポケモン、マジで。なんか、半分馬鹿らしい気持ちにもなるけど。偉い型で、後で、うわー、それか、これだと思ってたけど、それかっていうので負けるのは、あれだけど、どっちかなーって両方知ってる方で、うーんつって負けるのは本当馬鹿らしい。文句言ってもしょうがないわ。ちょ、耐えてくれよ、マジで。弾までは多分間に合う気がする。ああ、間に合わない。さすがに間に合わないか。買わないしな。間に合うね。怪しい。超怪しい。ちょっと頑張って。頑張って。オッケー。最後、テイランス。これでも火力アップアイテムだと思うよ。助けじゃない。ぶねえ。ぶねえ。なんとかなったけど、ちょ、シンプルにミミッキー強。ちなみに勝った理由はよく相変わらず分かんないままです。お疲れ様でした。GG。